モンスターのご主人様、星に。クラス全員異世界転生させられた後に学園カースト再開の主人公がモンスターと意思疎通できる能力に目覚め、モンスターハーレムの狂気の世界に足を突っ込むシナリオ。異世界レギュアーズのように可愛い実用的なモンスター娘のキャラデザと違って、絵柄に非常に癖がありが力もそこまで高くない。その上シナリオが襖の間から人族の交尾を覗くみたいな妙に文学的というか、情緒的で独特な絵柄と相まって、モンスターとおせっせするのが猿かける犬みたいな感じに仕上がっているのが感慨深い。また作家がモンスターじゃないと欲情しないというガチケモナーのような稀有な性癖を所々に散りばめられた凶悪な世界観が素晴らしい。どのくらい狂気かというと好きな子ができたけどそいつが人族だったのでモンスターにしてから手骨にするといった可能性の塊であるところがジモールトでね。ハーレム対象のモンスターが荒くね。マペット、スライム、グールとクロウとケモナーなチョイスからも狂気を隠せていない。ケモナー初心者向けの獣人が一切出てこないので、モンスターっ子が好きなプロケモナーすらためらうような文章やシナリオを増幅させる独特な絵柄によって形作られるナロー系が生み出した気鋭の作品。